はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、サムネにある通りジンバルの方ね、紹介していこうと思います。ジンバルっていうのはカメラのね、ブレとかをね、抑えるためにこう電動式の、スタビライザーになります。で、そちらの方を紹介していくんですけど、ここでですね、僕のちょっと悪い癖が出まして、ジンバルね、様々なメーカーさんから今新しいジンバルたくさん出てるんですけども、まあ、僕はですね、その新しいジンバルっていうのを、まあ、気にはなりつつもなかなか手が出せなかったんですね。で、なんでかっていうと、新しく出るものって新しい機能が追加されたり、すごくね、動作性が良くなったりっていう風で、もちろんレベルはね、どんどん上がっていってるんですけども、まあ、やっぱりね、みんな使ってるというとこですね。そういう皆さんが使ってるものっていうのを僕がちょっと YouTube のレビューを見てちょっと満足してしまっているっていう部分が若干ありまして、ここで僕の癖なんですけど、僕は皆さんが使ってないものっていうのにすごく興味があります。これ僕が使ってどんな風になるんだろうと、いいも悪いもそこをね、こう自分で使ってみたいというね、欲求があります。そこで今回買ったのがこちらですね、B ホルダーの EC1 っていうジンバルになります。はい、皆さん聞いたことありますでしょうか、 B ホルダー。ちなみに僕は全くありませんでした。 B ホルダーの EC1 っていう商品なんですけど、多分2、3年前に出た商品らしくて、なのでちょっと検索して見てみたんですけど、日本で使われてる方っていうのもね、ほとんどいないみたいでした。それを今回ね、どんなもんなんだろうと、新しいジンバルを買う以上に興味が湧いちゃいまして、ついつい買ってしまいました。金額の方も正直普通に新しいジンバルちょっと追加したら買えちゃうぐらいなんですよね。にもかかわらずこれを買っちゃったっていうね、僕の悪い癖が出ちゃいました。ただこういったね、皆さんが見てないもの、使ってないものでもすごくいいものっていうのがあるんだよっていうのが、僕のチャンネルとしてやっていきたいとこだったりはするので、今日はねこちらご紹介していこうと思います。それでは早速中身見てみよう。はい、それではね、早速開けていきたいと思います。 B ホルダーの EC1 ケースがね、ソフトケースになってますね。けど結構作りもしっかりしてて、保護機能としてはいいのかなと思います。じゃあ開けちゃいますね、ちゃっちゃと開けて使っちゃいたいので、まあ一回開けてるんですけど、中身の方が、本体が一つ、はい、入ってます。クイックリリースプレートが一つと、USB 接続の、まあ、充電で使うやつですねが一つ、ドライバー、マイナスのドライバーですね、六角レンチとこのマイナスのネジがついてました。で、充電用のアダプターということです。じゃあ早速ね、本体取り出していきます。じゃじゃんと、はい、ということで取り出してみました。こちら、はい、ジンバルですね。持った感じの大きさこんな感じ、まあ、決して大きくもなく小さくもなくといった感じですね。 B ホルダーっていうロゴが入ってますね。でこちらには EC1 という感じで書かれてます。やっちまった。ですね、中に入ってたのがこちらのクイックリリースプレートでの取り付けになります。今のジンバルね、使って見える方だったら、まあ付属で本当についているものなので、特別難しい付け方ではないかなと思います。こっちにカメラを取り付けて、でスライドさせてはめるような感じですね。でこいつがですね、電源ボタンがここに、でここを押すと電源がつきますね。電源ボタンの上に、スティックがついてます。これでまあ右左上下っていうのが切り替えができますね。で反対見てもらうと、こちらですね、モードボタン、撮影モードのね、切り替えがここでできるようです。でその上にディスプレイがあって、こちらで、まあ表示がされるというシンプルな作りになっております。 USB の方接続する部分がこの横ですね。上にもあのネジ穴があります。ここ開けてもらって、まあ、直接、はい、USB 充電が可能になってます。もちろんこれ外して、まあ、電池がね、リチウムイオン電池が入っているので、それを専用の充電器で充電することも可能ですね。はい、こんな感じになってます。結構大きめの電池で3本、これを繰り返し充電して使うという感じです。でこれをまあ使うのに、今使ってる α6300 を載せるんですけど、載せちゃうと今僕これ撮影できないので、ちょっとカメラをね、ここから切り替えたいと思います。はい、それでは変えていこう。
早速なんですけど、こちらの、僕のね、α6300 にクイックリリースプレートを取り付けていきます。はい。こんな感じで、まあ、縦向きに取り付けるんですけど、付属で付いてたドライバーがあるので、こちらでね、クイックリと決めていきます。これの位置もね、まあ、取り付けてから若干調整が必要かもしれないんですけど、まあ、およそ飛び出ないぐらいの位置に取り付けちゃいます。はい、こんな感じで本体から出ないぐらいでね、付けてみました。で、これ付けたら、こうですね。で、矢印が書いてあるので、正面から取り付けます。このカメラね、α6300 で、レンズの方は、SEL50mmF1.8 を付けてます。インマウントレンズとしては、そんなにこう重くないんですけど、まあ、これが乗るのかどうかってところですね。ちょっとバランスが取れてるかなという感じ。もう少し前にこうなるといいですよね。電源つける前にバランス調整していこうと思います。バランスが、良さそうですね。じゃあこれで早速電源入れていこうと思います。はい。で、今これが、どうな、負荷がかかってる。うん。平行に置くと大丈夫ですね。今のところ OK かなと思います。で、これモードの方がいろいろ選べまして、で、一回押すと、プロファイル1で固定モードになります、ね。固定モード。あ、負荷がかかるとちょっと音があれかな。まだバランスがちゃんと取れてないかもしれないです。はい。ということで、バランスの方もう一回撮ってみました。ちょっとね、まあ、取り付けというか、カメラを外したり、レンズを変えたりするたびに、まあ、変えなきゃいけないっていうのは、まあ、ジンバルのちょっと、めんどくさいとこではあるんですけども、はい。まあ、そういうのが、まあ、必要ですね。モードの方で、今日使う前に、モードボタンを長押しすると、一回ね、電源が落ちて、今の音が鳴ってね、5秒後に、キャリブレーションしてくれます。なので、これをして、水平を出した上で使うという感じですね。ディスプレイの方に、今これ、電池残量の方がね、出てるんですけど、このディスプレイの方に、こう、ポチッと一回押すと、プロファイル1っていう風に出て、固定モードになります。前だけ捉えて、上も下も横も動かないような状態ですね。で、これをもう一回、2回押してもらうと、プロファイル2になります。2になると、ヘッドロックモード。上下は変わらないですね。横がパン方向にフォローしてくれる。今だとパンフォローモードって言うんじゃないかな、これ。こういう感じ。ゆっくり行くと、グワンとついてくる感じ。はい。これがパンフォローモード。ヘッドロックモードになります。これがプロファイル2ですね。で、3回押すと、はい。プロファイル3で、パンフォローと、上の方もチルト方向にもフォローがされます。こういう感じですね。横は行かないと、パンチルトフォローになりますね。じゃあ次、4回、1,2,3,4で押すと、フルフォローモード。なのでチルト方向もフォローしますし、パン方向もフォローしてくれる。で、あとこの横ね、このロール、こっちの方向もフォローしてくれます。なので、まあ、状況に応じてね、使い方っていうのをね、これ戻ってこないですけどね。はい。変えていくのが必要かなと思います。で、最後、5回、ボタンの方を、1,2,3,4,5って押すと、ホームポジションに戻ります。で、あとね、1個面白い使い方として、例えばこれを、こうすると、はい。ローアングルからの撮影ができる、なんだっけ、インバートモードだって。みたいな感じで、こう、ガーッと撮っていくような撮影方法もできそうですね。ここはなんかすんなりね、こう、持ち帰るだけで変わってくれました。うん、楽ちん楽ちん。パラメータの、ね、説明を少ししておきます。で、製品重量の方が 1.2 キロですよ。はい。バッテリーを含むと 1.2 キロとのことです。ペイロードですかね。2000グラム。2キロまでのね、カメラ。レンズ合わせた重さが乗せられます。で、バッテリータイプはリチウムイオン電池。作動時間が8時間から10時間。これは使い方によってね、前後すると思います。
で作動温度がマイナス10度から70度、作動角度パン軸が360度、ロール軸360度、ピッチ軸360度ということで、まあぐるぐる回るよと、はい、オールフォローモード使う時とかって多分そんな感じですよね、はい、という仕様になっております。僕もあの受け売りなんですけど、あのよっちゃんさんのね動画見てると、まあ、この耐久力っていうやつ、うん、ジンバルのこう触った時のガッチリ感みたいなのが結構重要だったりはするみたいなので、これちょっとポンポンとやってみます。どうでしょうか。結構ねガッチリ感あるんですよ。強いというか、うん、なので耐久力はねすごくあるのかなと思ってます。じゃあね早速、こちらのね SEL50mm の F1.8 このレンズをつけた状態で撮影の方を少しだけねしてみてもらおうかなと思います。じゃあ早速映像の方撮っていきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらの、はい、B ホルダー EC1 ですね。まあ単純にねファーストインプレッションとして、まあ、若干やっぱり重いです。全部がねアルミでできているので、まあ、強度はねすごくいいんですけども、まあ、やっぱ使ってる分には少し重さを感じてしまうので、長時間の撮影っていうのはね、まあ、大変になるかもしれないですね。特に片手での動かし方っていうのはちょっとしんどいかなと思います。グリップの部分がちょうどね片手持てる分ぐらいしかないんですよね、まあ、他のちょっとジンバルどうなのかわかんないですけど、片手で動かすにはちょっと重さを感じてしまう。できないことはないですけど、なので理想は下にグリップを追加して両手で動かせるぐらいの感じがいいのかなと思いました。一応ねその撮ってみた感想としては、やっぱり少し駆動音っていうのが気になります。この辺っていうのを例えば、まあ、ファームウェアのアップデートとか、まあ、キャリブレーション、バランスの取り方などで改善ができるんだったら、まあ、いいのかもしれないんですけど、若干高負荷がかかるとブルブルブルっていうのが、まあ、映像にどれぐらい出てくるのかっていうところが少し気になるかなと思いました。そうですね、ボディ内ブレ補正とかレンズブレ補正があるカメラを使うんであればそこまで気にはならないかもしれないんですけど、まあ、ブレ補正のない状態でね撮ったらまたそれがどれぐらい影響するのかっていうのもまた今後ね検証していきたいかなと思います。もう一個ありまして、気になるというかね、このグリップ部分の下に一応三脚
穴あるんですけど、サイズがねちょっと大きめのサイズなので、アクションカムで使ってるようなトライポッドとかはこれにつけられないですね。なのでこのサイズで入る三脚、はい、トライポッドっていうのがあると立てかけるときに便利かと思います。最近買うやつとかだとね、だいたいついてますもんね、こう三つ足のやつがね。けどこれは付属でついてなかったので、立てる時っていうのはちょっと慎重にならざるを得ませんでした。というか実際倒しました1回。なのでそれが付属で付いてたりすると良かったかなと思います。ただまあ使ってみて、他のね、僕が過去使ってきたジンバルと比べると、まあ、確かに動作性っていうのは少しちょっともっさり感はあったりはするんですけども、ただね決して使いにくいというわけではなさそうです。でこちらの B ホルダーっていうね、メーカーなんですけど、今はねもう廃盤になってるようです。で、別の会社のねアイカンだったかなっていうところが引き継いで、取り扱いをしてるみたいなんですけど、 Amazon の方でもね、こちら販売はしてるみたいなので概要欄には一応リンク貼っておきます。ただあのいい悪いっていうのは、僕もたくさんのジンバルを使ってきたわけではないので、その辺はあの保証は難しいかなと思うので、まあ、興味ある方、僕みたいなね変な癖がある方っていうのは気にしてみてもいいかなと思います。まだね細かい調整とか、あとがっつり使ったわけではないので説明しきれてない部分っていうのはもちろんあります。なので今後使いながらね、いいところ悪いところっていうのもまたお伝えできればいいかなと思います。ただ今日使った分では、まあ、比較的問題なく使えたかなと思います。耐久力もありますし、まあ、がっちりとしたボディもあります。あと、まあ、動作性も、まあ、すごく気になるかっていうと、まあ、そこまでは気にはならなかったので、比較的普通に取ることができるというところですね。なので、まあ、これ買うなら他買うよねっていうのはもちろんあると思うんですけども、僕みたいな変な癖がある方は、よかったらね、チェックしてみてください。はい、ということで今日は、B ホルダーの EC1、はい、こちらのジンバルを紹介してみました。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ミッチーでした。バイバイ。